サール4型ミサイル艇は、イスラエル海軍のミサイル艇の艦級レシェフ級とも称される。なお、レシェフは、ヘブライ語で先行を意味する。イスラエルでは、1954年より、艦隊艦ミサイルの開発を進めてきた。その進展を受けて、1962年からは、西ドイツのリュール戦車と共同で、ミサイル艇の設計に着手、 1967年から1969年にかけて200トン級で40ノットという高速を発揮できるサール2、3型ミサイル艇10隻を整備した。一方、1967年の第三次中東戦争によって市内半島がイスラエルの占領下に入ったことでイスラエル海軍が防衛警備に当たる海岸線は5倍に伸び、 従来重視されてきた地中海に加えて、航海での作戦も求められるようになった。航海は地中海よりも海峡が厳しく、従来のミサイル艇よりも炭鉱性に優れた艦艇が求められていた。また1967年にエジプトがチラン海峡を封鎖したことが第三次中東戦争のきっかけの一つになったことを教訓にモーシェダやん国防省は、 公開難端でアデン湾との境界となるバブエルマンデブ海峡で作戦可能な戦力の整備を要望した。このことからサール2、3型の実績を踏まえて艦型を拡大して単行性、独立行動能力を向上させた新型ミサイル艇として建造されたのが本型である。基地依存性からの脱却が求められたことから、 サール型の派生型としてではなく、デュール戦車が当時設計していた大型艇をベースとした設計が採用され、満載排水量にして200トン、全長にして13メートルの大型化となった。これによって、炭鉱性は大幅に向上し、1973年の第四次中東戦争の際には、収益直後であったにもかかわらず、ジブラルタル海峡を、を希望峰を経由して、 地中海から航海赤羽湾への無機航、大雨海航海が遂行された。ただし、主機関は新世代の陸路 16V956TB91 に更新されたとはいえ、合計出力はサール2、R、3型と変わらなかったことから、最大速力は32ノットに低下した。艦型の拡大に伴って、主兵装となる艦隊艦ミサイルの搭載数は増加した。 当初設計では国産のガブリエル7発の搭載が予定されていたが実際の搭載数は6発に止められた。また1978年よりアメリカ製のハープーンの導入が開始され、ハープーンは連装発射塔を操脱室後方両限に1機ずつ、ガブリエルはその後方に単装発射塔を6から8機搭載した。これに伴い、 ハーブーンの水平線越え射撃能力を活用するため、1979年にはタルシー州に仮設式のヘリコプター乾板が設置された。対地観光射撃が想定されたこともあり、当初は戦手、船尾乾板に62口径 76mm 単装速射砲を一機ずつ備えていた。その後、1983年にレシェフが選手乾板の方を ファランクス20ムシープリングウィズズに乾燥したのを皮切りに1985年までに前提で同様の乾燥が行われた。また、ニッツ法お及びコメミュートでは乾燥までの間一時的に母ホース 40mm 基銃を装備していた。先行するサール2-3型ミサイル艇は シェルブールの CMN 社で建造された結果、フランスの武器金融措置の影響で引き渡しに困難を伴ったことを教訓として、本級は全艦がイスラエル国内で建造された。この他にも、南アフリカ海軍において、サール4型の改良型のミニスター型ミサイル艇が9隻導入された。ありがとうございます。